こは約12年前に私たちが始めまして、そして一番最初はここにある骨董物を説明することから始まったんですけれども、鎧を1個持ってきて、それを着付けたらお客様がとっても喜んで、非常にそれが評判が良くなりまして、それで今度は着物も買ってきていただいて、着物も地味な着物よりもみんな18の乙女が着るような派手な着物を お願いいたしました。どうしてかというと、ここへ来るとみんな18の人も100歳の人もみんな18の乙女になって、お姫様になる場所だからです。ここは夢の世界です。ここはたまたまそこにわさび田と一緒にね、川が流れておりまして、そのせせらぎを聞きながらゆっくりしてくださいということで、和紙のはがきに実物を見て大きくはみ出して書きましょうっていうのが絵手紙なんですけれども、ほとっていうのは山梨の郷土料理でして、かぼちゃは入ってるのはもちろんなんですけど、地元食材にこだわって、春は春のもの、秋はまたなめこですとかね、そういったものを入れてほとの美味しさを引き出してます。富士ロマンガ土遊びっていうんですけどペンションやってる自分に漫画の家っていうペンションだったもんですから、そのペンションの、陶芸の窯が、その炉がその漫画の炉ということで、で、上に色をつけてロマン、お客さんにね陶芸体験のできる宿っていうことでやってたんですけど、そんなのがきっと役場の目についてこういう施設ができるからやってみないかって話が、もともと板前でね天ぷら職人で、癒しの里ってことでね、癒されるようなものを心がけて作ってますけどね、作るものはみんな大体笑ってるものが多いんですよ。カエルにしても猫にしてもタヌキにしてもね。そうそう、これはねもともと兄の絵なんですけど、日本暮らし話を描いてる、それがなんか古典の時にタペストリーで大きなものを作ったんですよ。でそのままもう古典が終わっておしまいで仕上がってたからね、じゃあそれ粘土でちょっと作らせてくれないかということで、ここにはその漫画日本昔話の資料というもの、昔はですね手書きで全て書いてました。そしてカメラで撮ってという形でコンピューターが介在してないわけですね。ですからこういう形で展示ができるわけです。漫画日本昔話というのはもう30年ぐらい前ですか、でもここに来てくれているお客さんが小学校の時の見ていたっていう人たちが今子連れてきています。そういう世界ですね、懐かしさと温かさ、そういうものをよく言ってくれています。看板的には特産品加工場となっておりますけれど、加工した商品を販売しているという形ですね。で山梨の、特産を主に扱っております。で中でも、この辺の井出醸造さんからの、ね、お酒とか、富士山の2合目以上のところで鈴茸というものを取れるんですね。で昔から作られている鈴茸のザルとかですね、最近ですごく人気がありまして評判がよろしいと思います。ツパイ工房はですね、猿の祖先で原猿類なんですね。はい、私はガラス工芸で、はい、家内が私の方が、銅と真鍮を主に使って金属でいろんなものを作ってます。最近はですねちょっと二次シリーズに凝ってましてですね、こうやって見ていただくとここに虹の模様があるんですけれども、表からの見るのとこうやってくるくるっと回して裏からと見るのと全然違うんですね。万華鏡ですね、外の景色が何でも映って模様になるタイプなので、景色だとかお花だとかいろんなところを見れるっていうことで、とても人気のものなんです。高校の時に陶芸に出会って、京都で美術芸大で勉強させてもらって、でその後京都で養護学校の先生を6年間して、だから合計で13年京都にいました。陶芸の、ね、家がもう一軒あるから何か特徴ということで、じゃあ練り香作りやったら面白いかなと思って、そしてやらせてもらったんです。1250年前に東照大寺の鑑真和上さんが伝えたなんて言われてるような、平安時代には源氏物語の中でね、光源氏も作って遊んでたっていう、そういうのが練り香なんですよね。
原料をとても大事にするメーカーで、なんか江戸時代にはあのお薬問屋だったみたいでね、まあちょっとマニアックなんですよ。それで上薬作るような感覚でもっと気楽にお香が作れるっていうか、うん、そんなんでここでやらせてもらってます。あの一般には吊るし雛と言われてるんですが、吊るし雛という名称は間違いで、お雛様は吊るさないので吊るし飾りっていうのが本来発祥は福岡の柳川なんですが、今はもう伊豆の稲取、酒田などが三大発祥地として有名なんですが、復旧して今ではもう日本全国に広がっております。地元のお菓子ですとか、あとは昔ながらのおもちゃ玩具を扱っています。季節が変わりますので、その季節によってコーナーを変えていこうと思っています。はい、ここは5番でくつろぎです。5月になれば端午の節句を飾って、また5月6月の粒までここを飾っておきます。これが飾る前はね、竹取物語がずっとあったんですよ。かぐや姫のね、なんか影絵ってやつ、私はまあ もともと同じ山梨県内の早川町っていうところだったんですけども、高低差で行くと 3000m の山が2つありますから、でも別にその上で住んでるわけじゃなくて、草木染めですね。 ほとんど本当に周辺のもので染めて、アースカラーで染めていたんですけど、タデアイカの植物の葉っぱを採取して発酵させたものでないと濃く染まらないんです。癒しの里で皆さんのお越しをお待ちしております。抽選があったんですよね。どこの蕎麦屋が一番おいしいかということで、そこにちょっと立候補して、それで受かっちゃって、それでまあ癒しの里のためにということで こちらに来ました。粉をひいてすぐお蕎麦にした方が美味しいんですよね。作りたてが一番美味しいというのにこだわってやってます。食材はできれば近くのものをということでやってますけれども、野原に行って取ったりとかしてやってますけど、季節によってやはりまた違いますから、天ぷらが一番美味しいし、あと鴨せいろっていう鴨汁に冷たいお蕎麦で、温かい汁に冷たいお蕎麦で食べるのが、まあ、美味しいかなということですね。癒しの里は真ん前に富士山があって、後ろは山になってます。で、真ん中に川が流れてて、ここで食べる蕎麦は冷たくて美味しい蕎麦です。ぜひ皆さん一度いらしてください。お願いします。メインのメニューはほうとうで、あと、オリジナルのメニューが、いろいろあるんですけれども、特にうちは変わった、ほうとうを出しておりまして、カレーのほうとうでしたり、トマトほうとう、あとは時期によって、季節限定のほうとうも提供しております。実際にほうとうといってもいろんなお店があるので、まあ、食べ歩きまして、美味しい食材と美味しいものを吟味して、当店では提供させていただいてます。あとは甘味、パフェとか蜜ですとか、あとは冬なんかですと、餅が入ったお汁粉ですとか、とらわれないで随時美味しいものを提供させていただいてます。もちろんホット食べていただくのが一番なんですけれども、一番のおすすめは、うちはコーヒーをおすすめしておりまして、引き立て入れたての美味しいコーヒーをぜひ飲んでいただきたいと思っています。ほうとう体験もできますし、
団体様のご予約とかも受けてますので随時ご連絡いただければ対応させていただきます。癒しの里の中にあります彩雲、美味しいお食事と美味しいコーヒー甘味ご用意してますのでぜひお越しください。昭和41年9月25日、台風26号の豪雨がもたらした、土石流災害ですね。41個の集落があったところがほとんど壊滅的な被害を受けた。当時のその災害を風化させてはならない、まあ、そういった意味合いを込めてこの砂防資料館というのを、作ってありますけど、9月25日の台風26号がやはり引き金にはなっているんですけども、あの厳密にもその前の9月の21日から、まあ、いわゆる秋の長雨で、それに台風24号も一緒に重なってきてたんですよね。それに9月25日に、まあ、その台風が追い打ちをかけたと。でこの間にこの一帯が、まあ、全然雨が降り止まなくて、21日からの総雨量が300ミリを優に超えているというふうな非常に雨台風ですね。で裏山が、まあ、あの保水力がなくなって、まあ、一気に崩壊したっていうようなことになるんですけどね。平成で言いますと28年ですかに、あのちょうど災害復興50年に当たるんですよね。で、まあ、復興50年を記念してあのモニュメントを作って、あの中くり抜いてあるのが西湖の形をしてるんですよね、はい、こちら西湖癒しの里念場は昭和41年まで実在していました。古き良きかやぶきの農村を復元した観光施設になっております。晴れた日にはかやぶき屋根越しに望む富士山がとても綺麗です。中の内容といたしましては体験棟、お食事処、資料館などいらした皆様ご自由にいろんな建物を楽しんでいただけると思います。総合案内所では里内に関することはもちろん、周辺施設のパンフレットや地図、交通機関の時刻表などさまざまな情報を提供しております。何か知りたい情報などがありましたらお気軽にお声かけください。お荷物のお預かりや救急箱や AED なども常備しておりますので、困った時にはお気軽にお越しください。各棟でできる体験の見本もありますのでご参考にされてみてはいかがでしょうか。